社会から始まる新たな挑戦。山本かなえってどんな人？1分でまとめました。3人兄弟の長女、広島で育ちました。京都大学卒業後、外交官として世界で活躍。トルコ語とカザフ語両方話せる唯一の国会議員です。トルコ料理が得意。2001年、30歳で参議院議員に初当選。以来国会質疑はなんと276回。キレッキレの質疑で実績を上げまくり、全国メディアが神質疑と称えたこともありました。経済産業大臣、政務官、厚生労働副大臣などを歴任。誰も置き去りにしない、誰もが活躍できる社会へ。孤独孤立支援、女性の活躍支援、再生医療支援などなど、公明党の政策立案の要です。最後にほんまに一言で言うと、トルコが好き、質疑がすごい、政策作りがうまい。大阪16区、山本かなえ、全力で走ります。